めた目標できないこと自分が嫌になったり、なんでこんな私なのと恨む。だけど君も踏ん張ってるのを見て、ちょっとずつでも進もうって思える。君となら信じてるよ。君と歩くシンデレラストーリー、まるでガラスの靴のようにぴったりなんて日々はないが、君となら信じれるよ。君と歩くシンデレラストーリー、君と生きていくつもり。いいことばかりじゃない、サンジェーフェスティバル、失礼いたしました。サンジェーフェスティバル2022、お楽しみいただけていますか。
このあとここ1階食堂ステージではコロン with B2Takes Live at サンジェフェスティバルを開演いたします。ご覧になる方はどうぞそのままお待ちください。本日はですね、なんといっても大変欲張りな企画となっております。日本一乙女心がわかるアイドルとして活躍中の7人組メンズアイドルグループコロンの皆さん、そしてもう一組、初めて見る方も確実に虜にするパフォーマンスが売りの5人組メンズアイドルグループ B2Takes の登場です。いやもうなんかさっきね、さっきまでこうお笑いのライブのあれをやってたんですけども、まあなんか会場のね雰囲気もお客さんの皆さんもね、だいぶ客層が変わりましたね。そうですね、可愛い女の子がいっぱいになりました。いやびっくりしました。男女比率がなんかすごすぎて俺今ドキドキしてましたはい、ということでですね、最初にちょっと初注意の方をですね、ご説明させていただければというふうに思います。ではちょっとお願いします。はい、ではですね、まず足元にある線からこちら、緑色の線ですね、そちらから前には行かないように盛り上がっていただきたいと思います。はい、なおこのライブは原則撮影不可とさせていただきますが、途中どこかでメンバーから撮影 OK のお知らせがあるかもしれない、そんな情報がこちらに届いております。はい、では参りましょうか。参りましょうか。よろしくお願いします。はい、Ladies and gentlemen, we are B2Takes. イエ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 イ、サンジェフェスティバルにお集まりの皆さん、こんにちは、B2Takes です。知ってる人も知らない人も一緒に盛り上がっていきましょう。 Let's go! Why? 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 Why?
OK、 皆さん一緒に盛り上がっていきましょう。突然体温は急上昇、喉の奥からからまるで砂漠、酸素即息も苦しくなる、あの子と目が合うとおかしいんだ、胸がドキドキハッピーな気分になれば、不意に切れさ込み上げ、いても立ってもいられず、 Every day we are more and more lovers、 もやもやするぜハート、止まらない君と会ったあの日から、朝も昼も夜も夢の中でも、頭の中に君がいて、僕はずっともやもや、机二つ並べくっつけて、忘れた教科書を見せてもらう、ページめくる指が身に触れ合って、思わず奇跡やばいんだ、君の横顔打ち消せに浮かれるけど、チャイムの時が近づき、いても立ってもいられず、あなたに We are more and more lover、 もやむでのびと加速する、君を知れば知るほどに、 Tell me why now now だ、 この目には何も見えない、君以外僕はさらにもやもや、OK、 サンデーフェス、バラバラ一緒に盛り上がっていきましょう。世界は今日ありがとう。何十回やっても、この心揺さぶられ、僕のことどんな風に思ってるの、分かったらいいのに、何百回悩んでも、思うのは一つだけ、気づこうとこの手で抱きしめたい、迷わずに思うよ、Every day we are もやもやラバー、もやするぜハート、止まらない君と。あの日から朝も昼も夜も夢の中でも、頭の中に君がいて、僕はずっともやもや、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、サンジェフェスティバルにお集まりの皆さん、こんにちは。こんにちは。僕たちは V2 Texas です。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、初めての方もね、いると思いますので、まずは一人ずつ自己紹介させてください。はい、名古屋の黒ずみライムグリーンイグです。イグちゃん。はい、なにわが生んだ面白マシーン、イエロー担当のりょうちんです。りょうちん。はい、おしゃべりクソリーダー、ピンク担当ピーウィです。ピーウィ。はい、ベビーフェイスのラップスター、パープル担当マレーです。マーナヤー。はい、愛されヒロイン、ひだまりオレンジのシダックスです。シュラックス。はい、以上5人で B2 テックスです。皆さん今日は最後までよろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、ということで始まりました、はい、城西国際大学に集まってくださった皆さん、今日はね、はい、僕たちもね、こういうご時世になってから久々の3年ぶりぐらいの学祭ということで、城西、はい、学祭大学の皆さん、今日は呼んでくれてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう、嬉しい。ありがとうございます。ねえ、城西学祭大学の生徒だよって方いますか？おー、すごい。後ろありがとう。ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます。9割知ってるオタクということでありがとう。いつも来てくれて、ね、いつも感謝。まあ、今日はね、僕たちウィズビートデックスということでね、はい、ちょっと謙虚に行きたいなと思うんですけども、はい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 、まあ今日学祭といえばね、僕たちもまあ学生だった頃があるわけですよ、うん、はい、ありますよ、ね、ということでみんなもね、いろいろ回ったりしましたか？そんなちょっと、まあまあまあ、これからかな、いろいろ言ってたと思うんだけどここからだ、ね、みんなはさ、学生の時どんなお店屋さんやってたの？はいはい、あ、シダックス、あのね、仮装ダンスやってた。仮装ダンス、仮装ダンス、あ、仮装ダンスね、仮装ダンスってこと、うん、そうどう？面白そうね。めっちゃ面白そう。いいね。いいっすね。マナヤは？俺はあのダンスのパフォーマンスみたいな。発表会みたいなとかで。はいはい、ね、すごいね、二人ともダンス系みたいなね。そうだね。ね、イグちゃんは？タピオカやってた。あ、いいね。いいね。いいね。そうなの。で、僕ね、あのつぶつぶのさ、はい、ディッピンドッツってしてますか？あ、わかるよ。あのアイス屋さんやってたんですよ。うわー、いいなー、おしゃれ、おいしいやつ、ねね、はいはい。で、りょうちんは、風船割りつまんなそう。つまんなそうな。風船割りめっちゃ面白かったですから、うん、何風船割りって、ルールはなんか風船割るだけです。日頃のストレスを解消するために2年やりましたから2年も連続で風船割った2年も費やしたの。2年間先々一緒で、はい、俺がお笑いモンスターか、はい、風船割り。皆さん、今日もライブ終わったらね、いろいろ多分あると思うので、はい、よかったら回ってみてください。はい、はい、それじゃあ皆さん、今日は一日盛り上がっていきましょう。じゃあ、イグちゃん、盛り上げお願いします。はい、皆さん、今日は声出しができないので拍手で盛り上がってください。盛り上がる準備できてますか？イエーイ。もう一丁盛り上がる準備できますか？イエーイイエーイイエーイ。そのまま盛り上がっていきましょう。オーケー、それじゃあ2曲続けて聴いてください。まずはこの曲、 Hey Never Say Never。OK, let's play, boys and girls. We are B2DAKS, B2TEX. Mess the noise. Everybody clap, 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 c l a晴れた日に降る雨のよう、予想外試されて、うまくいくはずと思ってたことを Just a burn down, burn down, crazy night. It's time to jump. 負けっぱなしじゃ It's time to win. いらないの正当な理由なしなくせに付きまとう不安なら飼いならしてやろうか。回路を外して感じたままが Hey Never Say Never 目指す場所など星をいざなう More Never Say Never 君に愛されるそうじゃなきゃ愛しろね Say Go Say Go Never Say Never
ということで、ありがとう、はい、ありがとうございます。はい、ここで僕たち B2 Takes からお知らせをさせてください。はい、 B2 Takes、はい、次のライブがですね、明日、お昼は亀井戸クロックさんにてライブ、そして夜はですね新宿スタークレーンさんにて定期公演あります。やった、ぜひぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。定期公演の方はですね、初めての方は無料で入れますので、よかったらね、はい、城西国際大学の皆さんもよかったら遊びに来てください。はい、それじゃあ皆さん、早いもので次の曲で最後になります。やだ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 、ありがとう。それじゃあ最後はこうやって一緒に踊れる曲になってますので、はい、一緒に踊って楽しんでってください。はい、それじゃあ最後の曲聴いてください。グローイング。行こうか、恐れないで、ほら一緒なら怖くないよ。待っていたんだ、この時だよね。ついてこいよ。はい、だ、さあ、ジャッシュ、トゥーダー、いくよ。過ぎて逃げていたおつぼれたちの愚痴さえもため息つくと笑顔へと変えていける、粋なモード What's up? ミッション1、最後の笑顔にシャイン on。 ミッション2、心を切り裂く。ミッション3、違うに手をかけ countdown。 生まれ変わるこの勝利、行くよ。What's up? Mission 4! この世界のグレッサー
1枚無料でお写真撮れますので、はい、よかったら気軽に遊びに来てください。それではまたお会いしましょう、はい、以上僕たちは B2TEXでした。ありがとうございました。どうもありがとう。ありがとう。後ろのみんなもありがとう。見えたよ。バイバーイ。見てくれてありがとう。ありがとう。
埼玉。I'm a Snapchat. 誰かより激しく奪ったもん勝ち。 Snapchat. I'm a Snapchat. あの子はね。
してもどうしても絶対にあたしの方がいつも好き。You know I'm a snatch can't。さあ城西国際大学の皆さん、まだまだライブ楽しんでいきましょう。はいはいはい、かわいいんだもん私、ちょっとモテる、それは仕方がないことでしょう。すぐに焼き餅焼くけど知ってるのよあんた、みんなに自慢してる。どうしてよ、魔女と呼ばれて、あのねふざけんなよ。そう見た目より一途で素直で、ドキドキは情にも熱い。世界一に好き、自由こと聞いてくれるのなら、あんただけが好き、優しすぎるくらいが。世界一に好き、自由にさしてくれるのなら、あたしのことだけ一番でいてくれるなら。口説かれるのに弱いの、魅力的な私、男が切れないのよ。だけど浮気しない主義、その前に全部が嫌になって捨てちゃうね。秘密など何にもないから、スマホ覗かないで、はもて遊ぶなんてしてないよ、バカみたい。勝手にすれば世界一嫌い、殴ったりなんかしたなら、あんた大嫌い、愛でしばらないでよ。世界一嫌い、しつこくしすぎたりなら、あたしを失う、覚えておいてそのこと。さあ皆さん出してきましょう。聞いてくれるのなら、あんただけ好き、優しすぎるくらいが。世界一好き、自由にさしてくれるのなら、あたしのことだけ一番でいてくれるなら。ということで本日は城西国際大学お越しいただきましてありがとうございます。僕たちが We are Clown、 よろしくお願いします。
さあということで、我々コロのこと初めて見たよって方も中にはたくさんいらっしゃると思うので、早速一人一人簡単に自己紹介からしていきたいと思います。まずは自分からいきます。コロンのリーダーパープル担当横隼人です。よろしくお願いします。はい、コロンの千里将からわれと後藤望です。よろしくお願いします。望む。はい、コロンの現役大学生ラブリー担当のたくみんこと佐藤たくみです。皆さんよろしくお願いします。たくみん。はい、コロンのホワイト担当藤縄雄大です。雄大ってんでください。 YUDI 雄大。はい、コロンの怪獣くんクレイジーグリーモンスターのレオガです。せーのって言ったら一緒にレオガガオガオガオとお願いします。せーの、レオガガオガオガオ。はいはいはい、コロンのハイテンションイエロー西です。西がせーのって言ったらみんな元気よくお手手で西がパチパチってやってください。いきますよ、せーの、西がパチパチ。あ、上手、ありがとうございます。はい、ということで以上、本日は6人でコロンと言います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。僕たちコロンは女性の気持ちを女言葉で歌うというコンセプトでやっている7人組ジェンダーレスアイドルグループです。僕たちの曲は全て女性目線でできていて、実際に女性の恋愛体験談をもとに楽曲を作っています。ぜひ皆さん目で見て耳で聞いて心で感じてコロンを楽しんでいってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあということで、我々コロン、はい、今までに何度か学祭出演させていただきましたけれども、はい、久々の学園祭の出演です ね、僕らもね。いや、もうあの入り口見た時にさ、これこれって思ったよね。そうそうそう、学祭だみたいな。ねえ、もう、僕なんかカフェテリアなんですかね、なんか食堂みたいな、ね、食堂みたいになってて。そうなんだ。さっきメニュー見たんだけれどもね、安い安い安いのよ、ね、あのいい、ね、あのカレーはいつ来たら食べれるんですか、ね、あれですか、多分僕らには無理でしょうね。学祭で、あの 7年前に来れば。7年前だとあれかな、あのまだお腹の中かもしれない。7歳でした彼は。おい、じゃあなんか、調子乗った嘘ついてる方いましたけど、あれ、そうですね、なんかね、大学生いたね、大学生いたね、なんか大学生が、ちょ待って待って、みんなあれ周知の事実なんですけど、大学生、僕の参考上ですか、大学生の人はーい、おー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 いお一緒違うだろバカだ佐藤くん、高校生じゃないんですか。いや、大学1年生大学1年生だったんですか。あ、そうなんだね。18歳、大学1年生。あ、なるほど、なるほど。いやいや、なんか入り口に僕いませんでした。大きい、大きい僕いませんでした。あ、なんか、ね、白骨化したレオがいたの。そう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 、雄大がね、あの白骨化した恐竜見て元気そうだねレオがって。そう、いや全然元気じゃないでしょ。元気ではねえのよ、ね、全然元気じゃないでしょ。白骨化した骨だよ骨。いや、レオガー君はね、グリーン担当のレオガー君はあの怪獣くんでね、一応そうですね、やらせていただいてるんですけれども、はい、そう、でも僕より頭大きかったっすね。いや、そうですね、そうですね、そうやね、大きかったですね、大きかった。しかも今日配信もあるみたいですよ、はい、そうですよ。いや、もう僕ね、あの出てきてすぐもう気になっちゃって気になっちゃって、ね、すごいよ、気になっちゃって、ね、ありがとうございます、ありがとうございます、うん、いや、なんか今日は配信もあるみたいなのでね、はい、配信ご覧の皆さんもね、ぜひ、あの最後までライブ楽しんでいただければなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。多分コメントとかもできるんですかね、ね、僕らも後で見に行こうかなと思いますので、よかったら残してください。はい、ということで、じゃあ今日は学祭ということですからね、はい、僕らも元気いっぱい数年前の若い頃を思い出しながら頑張っていきたいと思いますので、何年とは言わないけれどもね、数字出すとちょっと生々しいのでね、はい、はい、ということなんですけれども、頑張っていきますので、ぜひ最後まで楽しんでいってください。はい、今日は声が出せないと思うんですけれどもね、会場にお越しの皆さん、今日最後まで一緒に盛り上がる準備できてますか。イエーイ、最後まで楽しんでいきますよね。イエーイ、楽しんでいきますか。ウェーイ、ぜひ僕たちのポーズ一緒にやってください。まず皆さんの右手で胸の前でアルファベットの C を作ります。その後チョキを縦にするポーズ、これを We are Coron、 これでリズムよくやってください。できますか。よっ、できますか。いいね、いい反応ですよ。ありがとうございます。いけるいけ る, けるいい感じ。それじゃあ頼もしいよ。いきますよ、はい、せーの、 We are Coron。 せー、ありがとう。それでは聞いてください。さよなら。
出会いは突然でアスファルトを叩く雨が始まりを告げた強まる雨音をかき消すように胸の鼓動が高鳴ったもっともっと知りたかったあなたという人のことを寂しそうな瞳の色そこに映るのは誰なの何で芽生えてしまった恋心目を閉じると浮かぶあなたに何度でも伝えられるの追いかければ追いかけるほどに彼女がいることを本当は知っていたの。それでも諦めきれなかった。それでもいいと思ってた。だけどあなたのことを知るたびにどんどん胸が苦しくなっていった。涙が止まらなくなっていた。あなたを呼び出した。もうこれで最後にしようと。暗い夜の最後に一度だけ大好きなあなたの胸で泣いてもいいですが、全部これが最後。あなたは僕を眺めながら何も言わず肩を抱いて二度と目を合わせることはなかった。行き場所を失った恋心決めてほしい。 My dream never come true。 二人の記念日にあなたを驚かそうと不得意なケーキを作ったけどうまくいかなくて、それでもあなたはケーキを残さず食べて、くしゃくしゃに泣き崩れてる私の頭を優しく撫でながら、美味しかったよ、また作ってねって、好きだよって。ずっと夢見ていたワンシーンをいつもいつも思い描いてた。ありがとうだ私の夢。それでもまだ残る恋心をきっとずっと忘れられないような、叶わないな思いだから、さよなら。
欲しくても手に入らないのに
show me, show me 最後にはたどり着ける場所を教えて、たとえどんなに傷ついたとしても答えはもうわかってるんだ。キスした日に覚悟決めた。それでもずっと待ち続けるよ。ねお願い、この魔法をかけて、あなたの胸をときめかせて。ここの幻でも私の全て受け取れてほしい。ということで以上で我々コロナパフォーマンスを終わりたいと思います。最後に少しだけ告知をさせてください。はい、僕たちコロンはですね、毎週金曜日新宿にあるスタークレーンという会場にて定期公演マジカルナイトを開催しております。毎週金曜日の19時から僕たちライブしてますので、お時間の方はぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして僕たちは11月の7日にゼップ横浜にてワンマンライブがあります。先日僕たち君と歩くシンデレラストーリー、ホワイトチャム白瀬さんが完全プロデュースしていただいてる君と歩くシンデレラストーリーリリースさせていただきました、ね、はい、昨日ですか。そして昨日ですね、 TikTok の方に、ね、はい、大島兄弟さんっていうTikTok で結構有名な方がいらっしゃるんですけど、ね、そちらの方がね、振り付けを考えてくださって、すごかったですね、あれね、はい、そうなんです、かわいい振り付け で僕たちもね、はい、あれたくさんやっていきたいなと思ってますので、皆さんもぜひそちらもよろしくお願いします。はい、そして、TikTok でトレンド音源募集中 のイベントをやっていまして、1000投稿を達成するとおすすめに君と歩くシンデレラストーリーが、載りますので、ぜひ皆さん、今日のなんか、写真とか、うん、なんかね、どんな写真でもいいんで、うん、ぜひその音源を使って、ハッシュタグトレンド音源募集中とハッシュタグ君と歩くシンデレラストーリーをつけて、僕たちと一緒に、11月7日までシンデレラストーリーを一緒に作っていってください、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ということで以上で、パフォーマンス終わるんですけれども、はい、コロンの、詳しい活動情報などはですね、個人のホームページ、インスタグラム、ツイッター、そしてコロンの公式ホームページございます。そちらの方よかったらね、チェックしてみていただけると嬉しいです。そして今日初めて見た方ね、コロンという名前だけでも覚えて帰っていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
じゃあ最後に、はい、さっきやった We are コロンしてお別れしましょうか。いきますよ、せーの、 We are コロン。ありがとうございました。ぜひ皆さん11月7日ゼップ横浜お待ちしてます。絶対に遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。バイバイ。ありがとうね。ありがとう。ありがとう。配信の皆さんもありがとうね。バイバイ。はい、ということでね、まあ、僕たちはちょっと終わったんですけども、先ほど出演していただいたビートリックスさんとちょっとねクロストークというか、はい、できたらなと思うんですけど も、 ですけども、じゃあちょっと準備はいかがでしょうか。させていただきますね、はい、少々お待ちください。暑いね。暑い。暑いね。学園祭楽しんでますか皆さんは。ねえ、ねえ、俺この後何かしらに遊びに行きたいんだけど、何があるかな。どこに何があるかね、教えてほしいね。お疲れ様です、うん、お疲れ様です。はいはい、イエーイ。はい、ありがとうございました。楽しかったね。はいはい、はい、おー嬉しいですね。よろしくお願いします。学生さんなんて本当に学生さんにとってはあれですからね、一生に何度もないことですからね。そうですね、記念すべき日ですよ、ある意味ね。えは、よかったらスタッフの方も横に、うん、ダメかダメか、移りましょう。映る、これ映ってる。映ってそう。じゃあ行きますか。ナイスボイス、ナイスボイス。ありがとうございます。マークよりでかいやん。ありがとうございます。マークよりでかいやん。はいはい、どうぞ。はいはい、下の方に失礼しますね。はい、よいしょ。危ないです、コロンの皆さん、そして B2TX の皆さん、本当に素晴らしいパフォーマンスをありがとうございました。ありがとうございまし た、 した。すごい熱量が。ありがとうございます。ね、いてくださって、うん、ありがとうございます。雑な。いやもうなんか本当にパフォーマンスに圧倒されちゃいました。すごかったです、本当に。特等席でしたからね。いや本当にもう、ね、なんか、あ、賢い距離ってこういうことなんやなってすごいドキドキしちゃいました。でもすごい、僕ら結構フォーメーションね、結構広く撮るじゃない、うん、横でちょっと何度か当たりそうになって本当に申し訳ないなと。いや僕結構目線をやってたんですけど、うん、あんま見てくれなかったです。アイドルしてんな。あんまり見てくれない。アイドルしてんな。仕事中ですから集中しないといけない。そうだね。そうですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんですよ、ハイタッチしてくれましたよね。はい、もうなんか、ありがとうございます。 こっちにこう来てくれたら、これはもうやんないといけないやつやと思って。あ、なるほど。じゃあ、うちの佐藤はオキラってことでいいですか。あ、オキラってことでちょっと変えようかな、じゃあ。いや次は僕も値下げますね。また来年ね。ありがとうございます。はい、もうぜひね、来年もぜひぜひ来ていただければというふうに思います。よろしくお願いします。ということで、皆さんもう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございます。ありがとう。はい、ということでですね、はい、ここからはファンの皆さんもお待ちかねだと思います交流会のお時間となります。
交流会。交流会いいですね、その辺から。いいね、使っていこうかな。はい、ではですね、ここからは事務所の方にマイクをお渡ししたいと思います。よろしくお願いします。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、そうしましたらこの後、終演後の、特典会の方に移るんですけども、はい、特典会の会場が別会場になっております。はい、この後、いつも来ていただいているお客様本当ありがとうございます。この後ちょっと、4階になるんですけども、はい、4階の3414教室の方で、ツーショットの撮影会の方を行います。はい、階段で行ってね、ちゃんとダイエットだよ。ちょっと人数多いのでエレベーターは使わず階段で、ご移動の方ご協力お願いします。で本日ですね、初めて見てくれたよという方、初めて見てくれたよという方ですね、ありがとうございます。そちらの方無料で1枚写真を、お撮りいたしますので、そのお客様はこのままこの会場に残っていただいて、この後すぐ無料の撮影会ですね、初めての方の撮影会を行いますので、そのまま、会場に残っていてください。男の子も大歓迎ですからね。男の子も大歓迎ですよ。老若男女、もう関係なく、老若男女、先生も大丈夫です。先生も来てください、はい、よろしくお願いします。はい、先生いらっしゃるんですか。じゃあ、この後スタッフの方で、誘導いたしますので、ご協力のほどよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。最後まで楽しんでいってください。俺ももうちょっと学祭楽しむからね。一旦メンバーさんの紹介、はい、はい、ありがとうございました。バイバイ。ありがとう。ありがとうございます。後ほどありがとうございます。バイ。はい、そうしましたら、特典会、終演後特典会参加の方は、埼玉坂戸の地に城西大学が誕生したのが1965年。その後、私たちは半世紀を超える年月を歩みながら、学生たちに寄り添い、時代の課題に向き合ってきました。城西大学に引き続いて、1983年には大学の中に短期大学を開設。千葉の東金を拠点に城西国際大学を1992年に開設しました。40周年にあたる2005年には、東京の中心部に紀尾井町キャンパスを開設し、すべての大学をつなぐ拠点となっています。3つのキャンパスに1万4000人の学生たちが学び、交流し、研鑽しながら自身の未来を見つめています。創立者は水田三喜男。日本の大蔵大臣を7回務め、高度経済成長期の経済を牽引しました。水田の根底に流れる教育への情熱が結実したのが城西大学グループです。教育とは何か、水田はシンプルな言葉を残しました。学問による人間形成は、建学の精神として半世紀にわたって受け継いできた言葉です。学問を行うその過程において、いろいろ考えて苦悶苦闘する、そして考えただけではなくてそれを実行する力、そういう苦労を経た人間が品格のある、真剣に物事を考え実行し責任を取る、こういうような人間が良い社会を形成するんだと。城西大学の学生たちはさまざまな学びと出会いを通して発見する喜び